C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。さて、今日はですね、今テプコの CM で指原さんと渡辺直美さんが踊ってる曲あるじゃないですか。渚のシンドバッド、ピンクレディさんですね。まあ、実は僕年齢はもうドンピシャど真ん中クソストライクで、ちょうどねああいうのがこう大好きな小学校に上がるか上がらないかっていう時にピンクレディはめちゃめちゃブレイクしていたんですね。で、渚のシンドバッドに関しては1977年6月27日発売、なのかな。ここにはですね、1977年6月27日ピンクレディの渚のシンドバッドがオリコンチャートの1位に輝くっていうことなので、もうちょっと前に発売していたんですね。発売17日後にしてオリコンチャートのトップを記録しています。ピンクレディの4枚目のシングル、渚のシンドバッド。この頃は沢田研二さんとピンクレディさんが、まあ、オリコンチャートのトップ の常連ということで、常にこう1位を争っていたみたいですが、まあ、僕はね5歳なんで、そんなにこうその番組に関しては記憶はないんですけども、曲に関してはめちゃくちゃ記憶があります。男の子ですけど、踊ってはいないけど踊ってる女の子もいっぱいいたし、記憶にめちゃめちゃ残っているんですが、僕がね指原さんと、渡辺さんが踊っているのを見て、オリジナルってどうだったのかなと思って、オリジナルの、まあ、YouTube でですね、渚のシンドバッドで検索したんですけど、その時にねちょっとびっくりしたことがあったんで、今日は動画を撮ってるんですね。で、何をびっくりしたかっていうと、1977年、40年以上前なんですよ。40年以上前にちょっと見ていただくと分かるんですが、まあ、著作権とあるんで流せないんですけど、まあ、リンクは貼っておきます。 YouTube のリンクは貼っておくので、ぜひご覧になられていただきたいなと思うんですが、このね多分見えないと思う、後で自分で見てくださいね。このピンクレディの2人、ミーさんとケイさんなんですけど、めちゃくちゃ髪の毛綺麗です。あのカラーが、僕の中の記憶でですね、カラーリングってやっぱり僕美容師になったのがもう約30年前なんですけど、その頃まだカラーってなんか、なんていうのかな、こうヘアカラーイコール白髪染めみたいなイメージも少しあって、明るくするイコールなんかブリーチみたいな、そんなイメージがすごくあったんですよ。ですけど、その前にね、こんなに綺麗なカラーを日本の技術というかね、まあ、そういう技術があったんだなっていうのをすごくびっくりしたんですね。色的に言うとね、なんていうのかな、まあ、今で言うとカッパーですよね。アッシュではないです。もしかしたら自然にですね、日本人の髪の毛、兄さん、ケイさんの髪の毛を自然にこうナチュラルトーンで抜いていったらこういう色になるのかもしれないですね。トーン的にはどうかな、結構ね明るいと思うんですよね。11レベルぐらいあるのかな、10か11レベルぐらいあるかもしれない、少しこうカッパー系の黄色みが少し強いカッパー系みたいな感じなんですけど、とにかくツヤがあって、まあ、毛先が例えば抜けてて明るいとかっていうこともないんですよ。だからものすごく綺麗なんですね。ただですね、今でもまあ分かると思うんですけど、市販のカラーとかを根元から毛先まで毎回毎回繰り返してたら、まあ1回目抜けて2回目抜けて3回目抜けてって、だん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 毛先にの生出回数が重なってくれば重なってくるほど、メラニンを抜かれる回数が多くなるから、毛先に向かって明るくなるっていうのが当たり前なんですよね。通常に何も考えないで普通のカラーやってれば。だけどね、なってないんですよ。なってない上に結構髪の毛が軽くて、多分なんですけどレザーカットの時代なのかなっていう感じなんですね、1970年代って。だから髪の毛もまあ割と傷んでると思う、カラーリングもそんなに発達してないところで、こんなに綺麗なツヤのあるカラーができるですね、当時のこう美容師さんがいたんだなっていうのはものすごいびっくりしたんですよね。まあ、ぜひこうちょっと YouTube のリンクを貼っとくので、ぜひ見ていただくと分かると思います。ちょっとね、踊りもねすごく現代的というか、バイトするならっていうのあるじゃないですか、ああいう感じの、まあ、最近の踊りというかね、
本当最先端だったんだなって思うんですけど、またこうリバイバルしていろんなものが来ると思うんですけど、カット自体もね、あのいろいろ美容師っていうのはいろんなスタイルを発信するんですけど、それは海外からかもしれないし日本からかもしれないですけど、流行りしたりっていうのがあるじゃないですか。で大きく分けると髪型っていうのはレイヤーがたくさん入ってた時代で、ワンレンの時代、軽い時代、重い時代っていうのを繰り返しているんですよ。パーマスタイルももちろんそうなんですけど、僕が美容師になったのは1991年です。まあ、美容師というか美容師だったんですけど、その時に流行っていた髪型っていうのは安室奈美恵さんがもうすぐ出てくるかなっていうところで、ワンレングス、もうめちゃくちゃ重い、もうほとんど使えていないワンレングスに前髪がある、想像していただいて検索していただくと分かるんですけど、あの木村拓哉さんのね奥さんである工藤静香さんとかが全盛期だったので、工藤静香全盛期アイドルみたいな感じで検索していただくと、その時の髪型っていうのが大体出てくると思うんですよ。前髪がこう立ち上がってて薄く降りてて、ワンレングスでここだけちょっと流れてるとか、それからこうくるくるパンもソバージュって言われてたものが流行ってた時代って、その前、僕が中学ぐらいの時はレイヤーカットだったんですね。ただそのレイヤーボブっていう風に入れ替わってきて、でそのワンレングス、重たいワンレングスが軽くなったのが安室奈美恵さんなんですよね。安室奈美恵さんの時にはこうワンレングスがめちゃくちゃ軽くなってシャギが入っていて、まあ、ここまでは段入ってないんですね。で90年代の後半ぐらいになって、藤原紀香さんがブレイクして、その時に藤原紀香さんの髪型を完成させたのが宮村さんなわけですね。宮村さんなわけですね。みんながこうワンレングスをスッカスカにシャギーでカットしていた、軽くしていたところでトーンってレイヤーが入ってきたんで、もう美容師が作るレイヤーカットスッカスカでどうにもなんなかったんですよ。もうペラペラ。でも当の本人、これを作った宮村さんがカットしてたレイヤーカットはそんなスカスカじゃなかったんですよね。でそのスカスカにしかカットできなかった美容師のこうスカスカのカットがまあ流行りになるわけですよ。けどそのうちやっぱり美容師の技術も上がってきて、割とこう質感のあるこう重さがあるんだけども軽いっていうレイヤーカットに変わってきて、でその後にまたですね、あのボブのブームが始まるわけですね。でボブがあって、で今度はですね美容ブームになってくるすごいこう奇抜なのが流行ってくるんですね。明るい色、今は白っぽい色とか、それからこうピンパーマとかワッフルパーマとか、そういう結構激しい、まあ艶は出ないんだけども結構こうこういうのもできるんだよと技術争いみたいな感じになってきて、そこからねと変わっていったのがエビちゃんさんなんですよね。これがですね、実は僕が高校生の時のこうワンレングスの重いスタイルの、まあ、リバイバルだと思うんですけれど、割とこう重くてロングでっていう感じになってきて、メイクも大人な感じのメイクで、そうすると割とギャル、黒ギャルとかもう目がすごい強いギャルがたくさんいた時代に、そのなんか綺麗なお姉さんがポッて海老原さんが出てきたんで、そういう人がいなくなったんですね。であの汚い髪型だったらおかしいんですけど、こう割と激しい髪型がいなくなって、割と女性らしい髪型に変わってきて、でそれからまたいろいろあって、今は割と軽めのレイヤーカットがまた流行ってるんじゃないかなと思うんですが、どん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 こう昔と違うのは、流行った髪型が一つにポンってなるじゃなくて、いろんなこう多様性があるヘアになってきましたね。ショートだったらこんな感じ、ロングだったらこんな感じ、いろんな流れがあると思うんですよね。その中でこうピンクレディのこの髪型を見てると、割とこう今っぽさを感じる、まあもちろん重さもね、重さとかこうスタイリングの仕方は違うんですけど、今っぽさを感じる髪型、色かなっていうふうに思います。ぜひ動画見て、自分なりの感想を持っていただけたらなと思います。この動画良いと思いましたらグッドマーク、グッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。暑いから熱中症に気をつけてね。水だけ飲んでも熱中症になるよ。塩分は大切。